総の指導者ハンガリー王国盗賊連盟の統治主張、独立国家トランシルバニア公国の君主を務めた。ハンガリー王国では最も富裕な領主であり、1694年、以後は、シャーロシュ伯爵の称号を帯びた。金曜毛騎士団の騎士でもあった。現在、ハンガリーの国民的英雄とされている。1676年。 トランシルバニア公の称号を持つラーコーツィフェレンツ一世と、クロアチア大主ペータル・ズリンスキの娘で、優勝、ニコラ・ズリンスキの命にあたるズリー・ニーロナとの間に3番目の、子供として生まれた。ラーコーチ家は、父のみならず、高祖父、ラーコーチ・ジグモンドをはじめ、祖祖父のラーコーチ・ジェルジ一世、祖父のラーコーチ・ジェルジ二世もトランシルバニア公に、 選ばれた名門の家柄だった。しかし、祖父は、失勢から、オスマン帝国の介入を招き戦士、父は、行為を告げなかった上、1670年の、ハプスブルク家に対する別レ令に陰謀に関与したため、立場は良くなかった。兄のジェルジは、生まれて、すぐに亡くなっており、次男のフェレンツが課長を引き継ぐことになっていた。 他の兄弟姉妹に4歳年上の姉のユリアナがいた。生後4ヶ月の時に父が急死母イローナはハプスブルク家の神聖ローマ皇帝レオポルト一世に変わる二人の子供の新しい後見人を探し始めた。しかし、皇帝の顧問官はフェレンツ一世が生前の遺言で皇帝にフェレンツ二世と姉ユリアナを託したため、後見人は 皇帝が引き続いて務めると主張した。母と皇帝との貢献をめぐる対立は、ますます深くなっていたが、皇帝が、貢献人のまま、イロナは子供を養育することを認められた。一家は、ラーコーチの祖母バートリ・ジョーフィアが亡くなる1680年まで、ムンカーチ城シャーロッシュ・パタク、レジェツで暮らし、ラーコーチは幼い日々を過ごした。 文化アーチに生涯強い愛着を抱いていた。幼年期を過ぎて母の傍らを離れると、一家の過労役を務めるケーレシジェルジとバディニアーノ主が、不育係を任された。1682年に母は、ハンガリーの大貴族テケリ・イムレと再婚した。テケリは、次息子ラーコーチの教育にほとんど関心を抱かなかったが、それは彼が、 ハプスブルク帝国に対して起こした大規模な反乱の指導者として多忙なためだった。しかし、1683年に第二次委員包囲でオスマン帝国がハプスブルク軍に敗退するとオスマン帝国の支援で上部ハンガリーの王となろうというテケリの目論みは挫折した。テケリは保全を求めて一時レオポルト一世と交渉したことが オスマン帝国に忠誠心を疑われ、忠誠心を示すため幼いラーコーツを人質としてイスタンブールに送ると約束したが、息子を手放したくないロナの反対でこの約束は保護にされた。その後、テケリはオスマン帝国に協力して大トルコ戦争でハプスブルク家の遠征軍と戦ったが、帝国と共に劣勢になり没落した。1686年、 皇帝軍の司令官の一人、アントニオ・カラファ将軍は、ムンカーチ城を包囲した。イロナは三年勘城を守ったが、1689年に降伏した。ラーコーツィと姉ユリアナは再び皇帝レオポルト一世の貢献家に置かれ、母親と共にウィーンに連れて来られた。一家は財産を取り戻すことができたが、皇帝の許可なしには、ウィーンを離れることは禁じられた。 降伏後の文化地上で皇帝軍の前に引き出されたイロナと二人の子供たち、ラーコーチが17歳になると皇帝は一家の財産の管理権を母からラーコーチに移した。ユリアナは宮廷に仕える裕福なベルギー人貴族フェルディナン・オベール・ダスリンデン伯爵と結婚した後弟のために様々な便宜を図ろうと努めた。ラーコーチは姉夫婦と暮らしていたが 1694年9月、ドイツ諸公のヘッセン版ハク・カールの娘シャルロッテ、アマーリエと結婚すると同時に独立した。ラーコーツィは、シャーロシュパタクの一家の居城で、新婚生活を送り、自分の領地、財産を管理するようになった。1699年1月28日、カルロビッツ条約が結ばれると同時に、ケイフテケリーと母は、亡命を余儀なくされた。 ラーコーツは皇帝の監督下に置かれ、ウィーンに残った。広範なハンハプスブルク勘定を頼みとして、テケリの率いていた農民軍の残党は、都会ヘジャリャ地方で反乱を起こした。反乱軍は、都会、シャーロシュパタク、シャートラリャウジ兵のラーコーツの持ち上を占拠し、ラーコーツに指導者となってくれるよう頼んだが、 ラーコーツィは小規模な農民一揆と大差ない反乱の首謀者にされるのを嫌がり、ウィーンに戻って反乱との関わり否定し、身の潔白を証明した。やがて、ラーコーツィは自分の所領の隣アウングバールを所有するベルチェーに、ミクローシュ白爵と友人になった。ベルチェには、ハンガリー王国で3番目に裕福な貴族で非常に高い教養を積んだ人物であり、 ハンガリー上級貴族の多くと親戚関係にある有力者だった。ベルチェーニはハプスブルク絶対主義に支配されつつあるハンガリーを憂えており、上級貴族を中心としたハンガリーの政治主権の回復を望んでいた。ラーコーチはベルチェーニの考えに感化され、ハンガリー独立のために戦ってきた一族の伝統を受け継ぐべきだと思うようになった。 ナジシャーロ首相で捕らえられる、ラーコーツィ・ベンツズールジュラが、1869年レオポルト1世の、同族のスペインハプスブルク家が断絶の危機に見舞われる。一方で、フランス王イ14世は、オーストリアハプスブルク家に対抗すべく同盟者を、探していた。オーストリアは、フランスの派遣に対抗して、イングランドネーデルランと連邦共和国と同盟を、結び、 ドイツ諸公の大部分と連携していたが、フランスの同盟者は少なかったからである。こうした中、フランスは、ラーコーチと協定を結び、彼が、ハンガリー独立の大義のために戦いを始める、暁には、支援を行うと約束した。しかし、オーストリアの密定は、両者の交わした通信分を抑えると皇帝に中心。 この協定のためラーコーチは1700年4月18日に逮捕され、ビーナーのイシュタットの要塞に収監された。反逆罪での逮捕の場合、かつて同じ容疑で逮捕された母方の祖父ペータル、ズリンスキのように、ラーコーチにも死刑が宣告されることは、最初から明らかだった。身をもの妻アマーリエと要塞の司令官の手引きで、ラーコーチは脱獄。 ポーランドへの逃亡に成功した。この地で、ラーコーツィは、ベルチェーニと再会し、両者は、フランス宮廷との協定を再発行させた。間もなくスペイン継承戦争が勃発し、ハンガリー王国内に駐留していたオーストリア軍の大部分が同国を離れた。この状況を有利と見て、かつて、テケリが率いていた、クルツ反乱軍が、ムンカーチで新たな放棄を再開し、 ラーコーツィは、その指導者に押された。ラーコーツィは、民族解放戦争に身を投じることを決意し、申し出を承諾した。1703年6月15日、ラーコーツィ家の元ノードエッセ、タマーシュに率いられた3000からなる武装した一団が、ポーランドのラボチュネでラーコーツィの軍団に加わった。ベルチェイにも、フランスの援助金を携え、600人の、 ポーランド人傭兵を引き連れて合流した。ハンガリー貴族の大半は、ラーコーチの放棄を農民放棄に他ならないと考えて、支持しなかった。ラーコーチの放棄参加の呼びかけは無駄に終わると思われたが、彼は、ハイドクたちを自軍に引き込むことに成功した。反乱軍は1703年9月下旬までには、 ドナウ川の東側と北側に至るハンガリー王国の大部分を支配下に置いた上、ドゥナアントゥールの征服に乗り出した。オーストリアは、東だけでなくフランスの同盟者バイエルン戦抵抗、マクシュミリアン2世の挙兵により西も危険になり、ハサミ打ちの危険性も生じた。だが、当初苦境に立っていたオーストリア軍は、イングランド軍と共に1704年8月13日、 ブレンハイムの戦いでフランスバイエルン連合軍に勝利した。これによってオーストリアはスペイン継承戦争で優勢に立った上、フランスバイエルン連合軍とラーコーツィ軍の連携を阻むことにも成功。ラーコーツィは軍事的にも経済的にも厳しい状況に追い込まれた。フランスからの支援はだんだん届こるようになる一方で、 すでに征服している地域に送り込むため、さらなる軍勢が必要になった。加えて、この時点で敗下にあった軍勢に武器と食料を提供するだけの資力が、ラーコーチにはなかった。この問題を解決するためラーコーチは新しく、どう主体とする貨幣を発行したが、従来ハンガリーの人々が使用していた銀貨ほど広く、普及せず、失敗に終わった。それでもラーコーチは、 しばらく軍事的優勢を保つことができたが、1706年以後は、占領した地域から退き始めた。ハンガリー、ブダペストにある、ラーコーチ騎馬ゾー1705年9月に、政政に出開かれたハンガリー議会で、ラーコーチは24人の元老院議員の立ち会いのもと、ハンガリー王国の前進軍の統治主張に選ばれた。ラーコーチと元老院は、 和平交渉を含む外交問題への対応に関して連帯責任を負うことも取り決めされた。1705年10月27日、イングランドとオランダの韓国でクルツハイラン軍の指導者と皇帝ヨーゼフ一世は和平交渉を始めた。両者との戦況の遺憾によって態度を次々に変えた。 交渉の中で障害となったのが、トランシルバニアの主権をめぐる問題だった。両者とも同国の主権を手放す気がなかったのである。ラーコーツの提案した条約を、フランス側が受け入れず先延ばしにしていたため、ラーコーツは、独立宣言さえ出せば、諸国家は、自分との交渉に応じてくれるはずだと確信するようになった。ラーコーツの妻アマーリエとジェルジーを伴ってやってきたと。 姉ユリアナがオーストリア側から和平施設として送られてきたが、ラーコーツィは皇帝の便宜を図ろうとする彼女たちの言い分を聞こうとしなかった。1707年、大北方戦争中のポーランドでは、ラーコーツィをポーランド国王候補に推薦する動きがあった。ラーコーツィは、ポーランド政界の実力者、エルジュビエタシェニアフスカに支持されたが、当時スウェーデンによって、 スタニスはフレシチニスキが国王の座につけられていたため王位を獲得することはなかった。ベルッチャーニの指示を受けたラーコーツの勧告により新たな議会がボルショド軍の大のどで開催され議会は1707年6月13日にハプスブルク家をハンガリー王位から排除することを宣伝した。しかしこの排除立法も同化発行による インフレ回避もどちらも成功をもたらすことはなかった。ルイ14世は、ハンガリー君主を名乗るラーコーチとの条約締結を拒み、ハンガリー人たちを孤立無援の状態で見捨てた。ハンガリー人には、ロシアとの同盟という選択肢しかなかったが、これも実現できるものではなかった。1708年8月3日のトレンチーンの戦いにおいて、 ラーコーツイは乗っていた馬がよろけたため地面に落ち、意識を失った。クルツ反乱軍は彼が死んだと思い、戦場から逃げ去った。この無様な敗退が本王期の終焉であり、反乱軍の大勢の指導者たちが皇帝への忠誠を表明し、皇帝に慈悲を凍うた。ラーコーツイの軍勢は、ムンカーアッチとサボルチュ軍周辺の地域まで撤退した。 ハプスブルク王家に忠誠を誓えば、恩赦を受けられるという、皇帝の全権大使パール・フィアーノ氏の言葉を信用できないラー・コーチは、1711年2月21日、ポーランドに亡命した。ラー・コーチが1710年の冬に、ロシアに、外交交渉に赴いていた間、代わりに、ハンガリー軍総司令官を務めていた、カーロイシャ・アンドルは、 パールフィアーノ首都の和平交渉に素早く応じた。協定により、1万2000人の反乱軍が武器を捨て、軍旗を下ろし、1711年5月1日に、サトマール軍のマジテに郊外の野原で皇帝に、忠誠を誓った。サトマールの和訳は、ラーコーツを特に厳しく扱う内容ではなかった。彼は皇帝に忠誠を誓いさえすれば、恩赦を受けられた。しかし、 ラー・コーツィは、ハプスブルク宮廷の正直さを疑っており、御社に甘んじることなく、ポーランドへの亡命を選択して、祖国ハンガリーを離れた。ラー・コーツィは、サトマールの和訳の合法性すら信じていなかった。和訳は、皇帝ヨーゼフ一世が1711年4月17日に、崩御した後に、その全権大使に過ぎないパール・フィアーノ主が結んだ、ものだったからである。 ラーコーツィは、ロシア皇帝ピョートル一世の指示を受け、再び、ポーランド国王候補に推挙された。しかし、ポーランドでは、ピョートル一世によって、アウグスト二世が福井していたため、彼はこの申し出を断ったものの、1712年まで、ポーランド国内に泊まった。同国では、彼は、ポーランド上級貴族たちから品格として扱われた。ラーコーツィは、 シャーロシュ伯爵の名前でしばらくダンツヒ,ヒに滞在していた。ラーコーツイは1712年11月16日にダンツヒ,ヒを離れてイングランドに向かったが、同国の安城はハプスブルク政府の圧力を受け、彼の入国を禁止した。ラーコーツイはそこで海峡を隔てたフランスに渡り、1713年1月13日、ディエップに上陸した。 4月27日、彼は自分がフランスに尽くしてきた過去を思い出してほしい。そしてスペイン継承戦争時に同盟交渉を行ったハンガリーを忘れないでほしいと頼むと記した覚書をルイ14世に手渡した。しかし1713年のユトレヒト条約も1714年のラッシュタット条約も独立ハンガリーとラーコーチのことには一切触れていなかった。 ラー・コーツィの二人の息子は何の処分も下されずにウィン政府の監視下に置かれていたが後に父親に合流した。ラー・コーツィはハンガリー君主としてフランスから公式に認められてはいなかったがフランス宮廷からは大きな支持を得ていた。しかし1715年9月1日にルイ14世が亡くなるとラー・コーツィは未だにハプスブルク帝国と戦争を続けていた。 オスマン帝国の昇兵を受け、トルコに移住することを決めた。彼は1717 17年9月、40人の従者を伴って、フランスを出国し、翌10月10日にガリーポリに到着した。ラーコーツィは、同国で名誉を持って迎えられたが、帝国内のキリスト教徒の軍団を率いて、対ハプスブルク戦争を援護したいという願いは、トルコ政府から、まともに取り合われることはなかった。 1739年にハーグで出版されたフランス語の書籍ハンガリーにおける革命の歴史オスマン帝国は1718年7月21日オーストリアとパッサロビッツ条約を結んだトルコ人は亡命ハンガリー人の引き渡しを拒否できるという条項も盛り込まれていた2年後オーストリア大使は亡命者の引き渡しを要求したが オスマン帝国は名誉に関わるとして、これを拒んだ。ラーコーツィは、従者を引き連れて、テキルダーに身を落ち着けた。テキルダーは、マ〇海沿いの港町で、大規模な、ハンガリー人居住区が形成されていて、ベルチェーニ、フォルガーチ・シモン伯爵、エステルハージ・アンタル伯爵、チャーキ・ミハーイ伯爵、シブリク、ミクローシュ。 ザイジグモンド、ヤーボルカアーダーム将軍をはじめとする多くの亡命ハンガリー人がラーコーツ以降とと共にテキルダーに移住した。やはりこの地に亡命した随筆家ミケシュケレメンの私には自分の国を離れる特別な理由などない、ただ公を深く愛しているだけであるという言葉は亡命者たちの気持ちを体現していた。ラーコーツは ロドス島で死ぬまで18年間暮らし、毎日を規則正しく過ごした。朝早く起き、毎日ミサに参加し、午前中に書き物と読書をし、昼に大工仕事をした。そして時々は息子のジェルジを訪ねた。1733年、ポーランド継承戦争の勃発によって、彼はハンガリーに帰国できる希望を見出したが、望みが叶うことはなかった。 1735年4月8日、亡命者のまま59歳でロドストーで亡くなった。ラーコーツィは1732年10月27日付の遺言により、家族全員と一緒に亡命してくれた仲間たち全員に何がしかのものを残した。彼はイスタンブールのスルタンとフランス大使にそれぞれ手紙を送り、自分と一緒に亡命してきた者たちのことを忘れないで、 欲しいと嘆願した。彼の内臓は、ロドストのギリシア正教教会に埋められたが、心臓のみはフランスに送られた。1735年7月6日、トルコ当局の認可を受け、ラーコーチの中世厚い自重、ミケシュケレムエンは、イスタンブールのガラタで、イエズス会のフランス人司祭たちが開いていた、サンブノワ教会に、主人の意外を埋葬した。 同教会前には亡き母ズリーニ・イロナが眠っており、ラーコーチは母の棺の隣に葬るよう遺言したのだった。ラーコーチの遺骸は1906年10月29日、スロバキアの古室にある聖アルジュベタ聖堂に移された。現在聖堂には、ラーコーチと息子、そして母イロナの遺骸が収められている。ラーコーチ・フェレンツ2世は現在でも、 ハンガリーの英雄として称えられており、ブダペスト市内をはじめ国内のあちこちに銅像が建てられている。また、500フォリント紙幣には彼の肖像が描かれている。外国との交渉の際、フェレンツは、巨匠のあった都会特産の寄付ワインを手土産として持参した。その微味に驚嘆した、ルイ14世は、王者のワイン、ワインの王者と称賛した。現在でも、 都会ワインは最上級の寄付ワインとして名高く、生産地は世界遺産に登録されている。フェレンツは音楽を愛した。そのうちの一曲が作曲者も真の題名も忘れられたものの、ラーコーツィ更新曲として伝えられた。フランツ・リスト、エクトル・ベル・リオーズ、ヨハネス・ブラームスらがこの旋律を引用した曲を作っている。ありがとうございます。